さあ始まりましたティバティの釣り道南、はい、今日はですね、はい、バス釣り、はい、乗り気編でございます。はい、ということですね、はい、まあ、季節的にもちょっと涼しくなってきましたが、うん、でもむちゃくちゃ暑いよ。今日は暑いね。今日暑いっす。今日は風なくてね。そう、で今日は朝一に来ようと思ったけども、今日は朝3ぐらいです。時間的に時間的にね。まあね、いいじゃないですか。とりあえず、まあ、ゆるりと行きましょうよ。これですね、朝一は、この朝3は、朝3はこのダークスイーパーで上に上げれますか。これね、ダークスイーパーでちょっと巻きたいと思います。もうてちゃんお得意だからね、そのダークスイーパー。お得意というか、まあ、好きなだけだけど。、まあ、とりあえず秋っぽくね、ちょっと巻いて釣ろうかなと。はい、釣っちゃって。来た？来たよ。え？来た？わわわ。マジかよ。かわいいけど。かわいいけどじゃないよ。もうちょっと上上げてください。うい。ダークスリオさんですね。そうだね。本当に言い方がダークスリーパー。わからなくなるとかって。はい、スリッパーで。はい、まあこれ結構定巻きで火を使ってるから、ね、いつもこうで食べたりしてるよね。やっぱあの秋っぽくなってきてるよ、うん、そうだな、うん、綺麗なバス。結構餌食ってるね、ちゃんとね。そうだね、うん、コンディションのいい、いいフォルムしてる。マジ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 。あれあれあれ、カニちゃんまだ来ました。おいいな、羨ましいな。俺もなんかやりてえな。ええじゃねえよ。いいな。2本目でございます。2本目でございますね。あ、またばっくり食ってんね。ばっくりですね、これね。ここっていうか、このダックスリーパーやるね。やるね。楽しいね。うん、秋っぽいね。秋っぽいね。巻きっぽんだね。今またそのふわーっと吹いてた巻き。そうそう、巻きも巻きもってなんで、巻いてるだけ。巻いてるだけ。まあ、レンジいろいろ変えてるけど。うん。まあ、でも基本ただ巻きだからね。わー。やりました。はいよ。てちゃん今日よく当たってんじゃん。うん。その多分てっちゃん今日よく当たってんじゃん。なんで同じこと今に言い換えた。え、まあ、当たりはまあ、まあ、やっぱ秋っぽいよねって話、うん、やっぱ巻き物でさ、よく当たってんじゃん、アタックしてくるね。まあ、乗る乗らんとか、釣る釣らん関係なし、当たりは結構まあ、巻き物でね。ね。でさ、うん、まあ、てっちゃんからも言われるし、うん、あとちかちゃんからも言われてるんだけどさ、うん、関係者内にまず言われてんだけどさ、うん、何、当たりぐらいはあるんでしょって言われるじゃん、ただの釣れない人で。ああ、もう実際ね、実際ね、実際のところ当たりぐらいはあるけど釣れてないだけでしょって、うん、ちかちゃんも前言ってた。うん、当たった時な。でもね、ここで視聴者の皆さんに真実を、うん、お伝えしたい、うん、当たりもない。ただの釣れない人は本当に当たりもない。本当に当たりもない。だから俺はいつも辛い。辛い。辛い。うん、でも結構楽しそうにやってるけどね。楽しそうにやってる？やってるけど実際はそうだよ、ちょっと辛い時もあると。うん、実際は結構心が傷ついて魚に嫌われてるんじゃないかって。なるほどね。本当にだから、その応援のコメントいただけるといつも励みになってます。ありがとうございます皆さん。本当にいつずれるんだみたいになってきてるからね。本当に俺だと思ってるよ。、うん、そう、本人が一番思ってる。でも一応あれでしょ、ちゃんと釣る気でやってるのね。もちろん釣る気でやってるよ。な、釣る気じゃなく行く人なんている？今は多少そうだね。うん、ただ釣れないんだね。そう、ただ釣れない。ただ釣れないし、ただ釣り上げれないだけじゃなくて、ガン虫。この池、魚飼ってる？みたいなこと、いつも。てっちゃんは釣ってるのになって思ってる。思いながらやってる。思いながらやってる。ちかちゃんも釣ってるのにな。そうだね、ちかちゃん釣ってるもんね。そうそうそう。移動してまいりました。てっちゃんがね、いつもと違ってね、この池で、ダウンショットとかじゃなくてバイブレーションの早巻きをするみたいです。
かよ。あれあれ絡まれた？あれあれ絡まれてない？ああほら、ではここに。うん、ちゃんとね。すげえな。ほんとさ。すげえ。いいよ。ちょっと逃がせ。はい。先にかわいそうだけどね。はい。どうやら、逃げれます？ちょっと出ちゃう、今のは。いい。なんとなく。秋っぽいですね。秋っぽいな。やっぱ秋は巻物ですよ。そんなに早巻きで来るんだ。てかあれか、ウィードがあるからこの反射的にバーンって来る感じ。そうです。俺もやりたい。いいな。このルアーのサイズ考えないと無理だね。なるほどね。で俺何回か投げたじゃん。うん。これ量って3回目？あ、そうそう。映ってないですけどね。てっちゃん、どのバイブレーションがいいかなってこう。何、重さを変えてたの？うん。なるほどね。重さと色。重さと色。やっぱ当たったね。当たったね、すごいね。ちょっと風吹いてきたし、うん、ポイントとしてはやっぱ風吹いてきて、あとローライトにちょっとなってきたっていうのが、うん、いいだろうね。これ晴れてたら良くないから。なるほどね。こんなんだった、こんなんだった。うん。疲れますか？疲れるんですね。さはい、もう時間もね、はい、すっかり昼ぐらいになっちゃったね。そうだね。まあでも今日朝3ぐらいから始まったから。そうだね。まあ3、4時間ぐらいやったかな。そうだね、そうだね、うん、やったね。でまあ池も2箇所回りまして、はい、結果的に3匹ですか。はい、3匹ですよ、まあね、僕から見たら上出来ですよ。もうちょっとサイズがね、そういいのが出ればよかったんですがね。うん、本当にね、ただの釣り人欲張りだからね。とサイズを求めるか数を求めるかしちゃうから、うん、ということで、はい、本日はこんな感じで締めたいと思います。はい、本日もありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ではカットです。カットです。でも結構楽しそうにやってるけどね。楽しそうにやってる？やってるけど実際はそうだよ、ちょっと辛い時もあると。うん、実際は結構心が傷ついてる。嫌われてるんじゃないかって。なるほど。本当に